伊予ム駅は、北海道旭川市江丹別町春日にあった、北海道旅客鉄道函館本線の駅である。駅番号は A26。電報略号は伊野。1977年の伊予ム駅と、周囲 1km 範囲。上が、旭川方面。駅周囲の村落は、伊予ム大橋が架けられる前で、孤立状況に近い。 上下線別々の単式ホームではあるが、ホームは細い簡易型で上下線間が広く、ホームの拡張と合わせてもう一線簡単に敷けるほどである。駅舎は古い木造のものが線路移設前の位置にそのまま残され、急線跡を転用した道路が改札口側を通り抜ける一風変わった状況にある。最もすでに無人化されていて、駅舎は待合室として使用されている。 本線の滝川側,側には上下線とも外側に、補線用の側線が分岐している。新線に移行して、トンネル間の駅となった。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成当駅近辺の地名より、当駅の対岸を流れる、現在の井の川に由来する、アイヌ子地名と考えられている。由来については、諸説あり、知りは、 いをないの足跡、多い、沢が、色ない、イノない、イノと添化したもの、としている。このほか、長田法政が、犬をぺ、とする説を唱えており、1973年に、国鉄北海道総局が発行した、北海道駅名の起源でもこの説をとる。また、山田秀蔵は単に、犬がエヌ、n ぬ、いと添化したことによるとする説を推測している。 なお、所在地区名の高単別は、アイヌ語のエタンネペ、もしくはエトクタンネペに由来するとされる。上下方向別端式ホーム2面2線を有する地上駅だった。ホームは2面とも線路の東側に存在した。互いのホームは古線橋で連絡しており、2番線に行くためには古線橋を渡る必要があった。 ホームは高台に設置されており、地平へは階段を降りる形となっていた。旭川駅管理の無人駅となっていた。有人駅時代の駅舎は改築され、白一式に塗られた車掌車改造の貨車駅舎が2、両分に横に間隔をあけて向かい合った形で並べられて、設置されていた。なお、図書区は1985年時点は白地に青帯であったが、 その後現在の色に変わっている。そのうち待合室として使われていなかった一両が2014年秋に撤去された。駅舎の南を通っているサイクリングロードは単線時代の急線跡を利用したもので、旧駅舎はその南側にあった。旧ホームの一部は2010年現在も残存している。また、一番線の南側には本線と全くつながっていない側線があり。 保線と電気作業の訓練等に使用されている。この側線には河川が張られ、点鉄機も2箇所に設けられている。駅が立地する江丹別町かす地区は農家が数軒存在するのみで、石狩川を挟んだ対岸の大場地区にあった北海道旭川北斗商業高等学校の生徒による通学利用が大半を占め、ピーク時には500人近くの乗車人員がいた。 しかし2011年3月に同行が並行したことで、その数は激減し、2021年3月の廃止に至った。1日の平均乗行人員は以下の通りである。江丹仏町春日地区は、現在は農家や落農家が数件存在するのみとなっている。JR 北海道新聞記事、ありがとうございます。